ウクライナ東部ドネツク州のバフムート近郊では、南部での反転攻勢作戦とは別に昨年来ウクライナ軍とロシア軍の激戦が続いているよね。そんな中、ここに来てウクライナ軍の第3突撃旅団が、立て続けにロシア軍の機械化部隊を殲滅する様子が撮影される動画が公開されているぜ。そうだね。さて今回はバフムートで砲撃によってロシア軍の機械化部隊が壊滅した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年から激戦が続いているバフムート近郊の戦闘は、ここ数ヶ月戦線の動きに大きな変化はないものの、激しい戦闘は継続されていて、特にウクライナ軍に奪還されたバフムートの南にあるクリシェイフカ周辺の戦闘だね。ロシア軍は、クリシェイフカを奪還された後に同地に定着しつつあるウクライナ軍を撃退しようと目論み、新型戦車 T90 を含む機械化部隊を投入したが、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカ近郊でウクライナの第3突撃旅団の反撃に相殲滅されたばかりだったんだ。8月中旬の戦況をまとめて言うならば、ウクライナ軍がロシア軍を圧倒的して消耗させたと表現できる状況が続いていたが、今回はクリシェイフカの北にある戦術上重要となる高台を奪還しようと投入されたロシア軍の機械化部隊が、ウクライナ軍に殲滅される様子が撮影されたってわけだな。この動画が撮影された地点はクリシェイフカ北の高台にある森林地帯で、ロシア軍は画面上で確認できる範囲では最低でも3両の T72 戦車と3両の BMP1 歩兵戦闘車を投入し、ウクライナ軍が奪取した塹壕の奪還を試みたものの、この部隊の動きは最初からウクライナ軍の偵察ドローンによって監視されていて、少なくとも T72 を2両、BMP1 も2両が破壊され、かなりの数のロシア軍兵士をウクライナ軍の砲撃や戦車による攻撃によって失ったものと見られているぜ。バフムートには昨年からロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が激しい攻撃が加え、ウクライナ軍が市内からほぼ撤退した後、今年の5月にワグネルから引き継いだロシア正規軍は反転攻勢に出たウクライナ軍に対して防衛に徹していたよ。その防衛側であるはずのロシア軍が攻勢に出ているのは、クリシェイフカの北の高台がバフムート防衛に非常に重要な地域であるからに他ならず、ウクライナ軍の偵察ドローンが常時監視しているにもかかわらず機械化部隊を投入するのは無謀であったとしても、ロシア軍はそうせざるを得ない事情があったとの見方をする軍事専門家が多いんだ。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI のジャック・ワトリング氏は、ウクライナ軍が集中的にロシア軍の大砲兵レーダーを破壊したことで、戦場の優位性は徐々にウクライナ軍側に傾いてきたと指摘したよ。同氏によれば、ロシア軍はこれによって多数の大砲兵レーダーを失ったことから、ロシア軍がウクライナ軍砲兵部隊の位置を特定することが困難になり、この侵略戦争において初めてウクライナ軍は敵陣地に対する持続的な砲撃が可能になったとしているんだ。砲兵部隊の戦術として、敵の大砲兵レーダーが機能している戦場においてはその位置を特定されて、敵の航空機や攻撃ヘリコプターからの空爆や砲兵部隊からの反撃を受けることを避けるために、射撃後には直ちに射点を変更する行動を繰り返す必要があり、時間単位での砲撃数が制限を受けることになるのであるが、砲兵部隊の位置を特定される恐れがなくなれば移動することなく連射が可能となり、ウクライナ軍砲兵部隊は射点に留まる時間が増えて、一回あたりの投射火力量が増加したことになったと、ワトリング氏は分析しているぜ。そして、ウクライナ軍の長射程ロケット弾やドローンによって多数の大砲兵レーダーを破壊されたロシア軍の砲兵部隊は、自軍地上部隊に対して効果的な火力支援を実施することが困難になっているだけでなく、一回あたりの投射火力量が増加したことによって、逆にその位置を探知できたロシア軍砲兵部隊への攻撃も増え、ドローンなどによる攻撃も加えてロシア軍の榴弾砲やマースが破壊されているとも伝えられており、ロシア軍は多数の榴弾砲とマースを失っていると見られているな。実際にウクライナ軍への砲撃が大きく減ったとの指摘があり、地雷を踏んで格座した戦車や歩兵戦闘車及び装甲兵員輸送車に搭乗していたウクライナ軍兵士たちは、
社外に脱出した後に砲撃を受けることなく帰還する可能性が高まったとされていて、ウクライナ軍の人的損害が減少しているというね。ウクライナ軍第128独立山岳強襲旅団のドミトロ・リシウク大佐がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対して、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって多数の敵の榴弾砲やマースを破壊することができ、以前であればロシア軍部隊は20門以上の榴弾砲などによる火力支援を受けていたものの、現状はせいぜい2から4門程度の火力支援しかできなくなっていると語っており、バフムートのロシア軍部隊の砲火力が著しく低下していることを指摘しているんだ。このことにより、バフムートのロシア軍は地上戦における優位性が失われつつあるために、たとえ無謀と分かっていてもウクライナ軍の前進を阻むためには戦車や歩兵戦闘車を最前線に押し出すしか他に方法がなく、これらの部隊がウクライナ軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを呼び、ドローンによる攻撃を受けて戦闘車両が破壊され人員の消耗を強いられている可能性が高いと指摘する声もあるみたい。また、アメリカからクラスター砲弾やロケット弾の供与を受けたウクライナ軍は、最近になってその使用頻度が増大しているとされているが、このクラスター弾の効果については、8月20日のニューヨークタイムズ紙が、ウクライナ軍は反転攻勢を開始して以来、多大な死傷者と装備の損失を被っているものの、1000km 以上にも及ぶ広大な前線のほとんどにおいて前進しており、その前進を助長しているのがアメリカから供与されたクラスター砲弾で、それがロシア軍の機械化部隊の戦車を含む装甲戦闘車両と砲兵部隊を破壊するのに効果的だと証明されたと報じているぜ。最前線のウクライナ軍指揮官や兵士たちもクラスター砲弾のおかげでロシア軍の消耗が激しく、侵略が始まった頃と比べてロシア軍の装備も人員も残念な状況になっていると述べており、最前線のロシア軍部隊の戦力劣化が進んでいる可能性があると指摘しており、そして、これらウクライナ軍指揮官たちが口を揃えて、我々の下方の射程圏内に侵入することをロシア軍が躊躇するようになっており、最近では航空機による空爆やミサイル攻撃に頼り始めていると述べて、ロシア軍地上部隊の意識と戦術に変化が見られているな。ニューヨークタイムズ紙はさらに、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の開始当初は、通常では考えられないほどの密度で対戦車地雷が設置された地雷原や、圧倒的な火力の前に最小限の結果しか残せておらず、作戦が長期化する可能性が高いという見方が広まるにつれて当初報じられていた楽観論が消えつつあるが、この数週間の間に取材を実施した最前線のウクライナ軍指揮官たちの認識に変化が出てきたとして、西側諸国からの何十億ドルもの兵器援助によって部隊の装備が整い、訓練を重ねてきたことで練度も装備も向上したとした上で、さらにここまでの経験から新兵の訓練方法にも改善が加えられてきたことで兵士の補充が容易になり、ほとんど部隊で兵士の専門性と練度が高まりを見せていて、その規模が拡大していると指摘しているね。例えば先に紹介したウクライナ第128独立山岳強襲旅団では、昨年12月にロシア軍の攻撃によって指揮官が戦死するなどの大損害をかぶり後方に交代していて、ニューヨークタイムズ紙の取材に答えたリシウク大佐はその際に指揮官後任として着任したのであるが、同大佐は我が旅団は大損害を受けた1週間後には再び戦力を取り戻したと述べていて、ウクライナ軍の補充兵供給が以前よりも円滑に行われていることを示しており、ロシア軍とウクライナ軍の戦力差が拡大しつつあることが示唆されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。